先に広場がある。そこで決着だ。お、ちなみに逃げるのは自由だぜ。今日はちょっとなぁと思ったらね。隠し武器を使おうが、堂々と素手でやろうが自由だ。爆薬もねえ。老人相手に私が武器を使うとでも？使うだろうな。そういう男だから、おめえさんは。なんならぶん殴りやってみるかい、代わりバンコリー。空手も使わねえ。武器も使わねえ。男同士、腕力だけで思いっきりよ。あ、ごめんごめん、困らせちまった。いくら空手を使わねえと言っても信用できねえよな。なあ。面白い。はあ？やると言っているのだ！堂々と！いや、やらないだろうね。あんた、この老人を相手に武器を使うよ。空手を使わねえというオイラの言葉を信用してねえだろ。え？から、って、嘘！空手から空手使ってどこが悪いんで。